その AI が同時にたくさんのものを判断できるといったときに、これを僕たちセキュリティの世界ではサイバー攻撃に使うことができるかできないかみたいな議論をするわけですよね。そうですそうです。でそういった中で、まあ、そのネットワーク図を同じネットワーク図を手に入れた時にどっちがっていうことになっていくわけですよね。でもこれはツールは一緒なんですよね、うん、僕たちが持ってる AI も攻撃者が持ってる AI も大きく違いはないんです。じゃあ何が勝敗を分けてくるかという、うん、サイバーアタックゲームの話をしていきたいというふうに思います、うん、はい、攻撃者側が優位な状態っていうのは、攻撃者側が僕たちのその個別の組織のですねデータを持ってるってことなんですよね。それも僕たちがそれを持たれてると知らずに、ああ、はい、つまり偵察やなんかをしながらたくさんのデータを気づかないに集めていって、もう向こうはネットワーク図どころかですね詳細なデータを持ってると、で一気に攻撃を仕掛けてこようってやるんですよね。でそれをその一つの攻撃団体だけじゃなくて、もうみんなであの組織を潰してやろう、あの国を攻撃してやろうみたいなことで連合を組まれてしまった時に、その連合であの国は IT はあまり得意じゃないからとか、サイバーに対してあまりこうね優秀な国じゃないなんて言ってても、さっきの AI の脳みそを交換するとか共有するっていうのができてしまったら、もうすごいチームができるわけですよね。全部マイケル・ジョーダンのバスケットボールみたいな形になるわけですよね。まあそれが強いかどうか、世界中にばらまけるからね。そうなんです。だからもうそんな形で世界戦が始まってくると、でそういった失敗した攻撃データをまたみんなで共有して、それが失敗したものとして同じ鉄を踏まないなんてことができるんですよね。今ってこう軍事力があるないっていうところで言うと武器の優劣みたいなのがあったりするんですけど、同じ武器で大量にバーッと攻撃されてしまったらどうなるのかなっていうことなんですよね。じゃあ守る側はこれに対してどうしたらいいのかなんですよね。やっぱりこのフィードバックループを早くすれば早くするほど、すごくこう強くなっていくというのは AI の世界では分かってるわけです。ですからまずは一番大事なことは敵に塩を渡さないということで、まず自分たちのデータを徹底的に守る、うんうん、で自分たちが何かちょっとでも怪しいことがあったら、それを脅威インテリジェンスという防御側のですね共通のインテリジェンスを作るために提供していく。今までは自分たちが攻撃にあっても恥ずかしいから共有しないが当たり前だったことを、これを共有していくことによって自分たちのチームをどんどん強くしていくっていうフィードバックループを作っていこうと。でここでキーワードなのが脅威インテリジェンスということで、今までは脅威情報っていうのを国が作ったものとかですね、国の組織が作ったものをこう得るとか民間のものを得るってことだったんですけど、これを作るために皆さんが協力をしていくっていうことができると、よりこの管理側って書いてありますけども防御側が強いような環境を作るんじゃないかなってことを今我々セキュリティの世界では言っていて、やっぱりチームプレイですよって話をですね、マイクロソフトだけではなくて、IBM さんとかですね、そういったビッグカンパニーが言っているということですね。その情報って結構インテリジェンス2ぐらいで、はい、やっぱり各企業の外に出したくない情報ですから、うん、はいはい、それを共有するという時には共有する人たちとの信頼関係をどのように作るかっていうのがポイントになりますよね、はい、そうですよね。で以前にですね米国がですねスティックスタクシーというフォーマットを使ってそれを集めようなんていう取り組みがあったんですね。でもその時にやはりこう国民が心配したのは、ある一箇所にそういう情報が集まることによる権力が生まれるのではないかといったことがあったんですね。そのイーブンにならないんじゃないかと、じゃあ国を超えてやっていくといってもどうやったらいいんだってことがありまして、先ほど話した IBM さんとか我々マイクロソフトのようなですね、そういういわゆるお客様の環境をお預かりしているところがお客様の承諾を得て情報を得ることによって、その世界中でまあなんていうんですかね、イーブンな形、できる限りイーブンな形でのその情報収集というのができるようになってるんじゃないかなっていったところですね。